やあ、せつなけすけだよ。バトルフェーズ入ります。バトルのルール、アリアを操作してユースティアに近づいてくる使い魔を攻撃しようってところで終わったんだな。悪魔との戦いが始まる。今光った場所に使い魔が来たら負けになります。使い魔は何度攻撃しても倒せません。アリアは使い魔に触れても何もされません。あ、もしかしたらさ、スケベ心が輝き出してさ、アリアちゃんのお尻とか胸とか触ってくるかもしれないか。そういう保証はない。大丈夫な。一定時間稼いでユースティアが悪魔を撃てば勝ちになります。もうで、タイマンだったらユースティアが勝ちますって言うようなもんやこれ。攻撃は決定機でできる。決定機ね。バトル来た。お前ちょっとずれるな。お前よし。あ、やばいこれ。え、ちょっとじゃあ、あかん、俺がやってもだ。俺がユースティアの方に送り込んでしまった。間違いだ。ミカエル様、申し訳ございません。あ、これ俺が申し訳ございませんじゃ。ごめん間違えたわ。こよいしょ、どけ。で、こうやって、どけ。やばい、どけ。よし、危ない、どけ。単調や。なんか単調や。単調40秒ぐらいだ。50秒だったけど、大変なあかんのは。単調すぎるんですけど、映画単調すぎるんですけど、実況動画向きじゃないですね。実況向か動画ではないですね、これ。いたって違いますよね。お前らどうも実況向きじゃないよな。危ないやろ。はよ飛べ。やばい危ない。ブロック入れた。ちょっとブロック入れた。間に一マス分ブロックできたわ。アリアちゃんという名のブロック、アリアブロック。あなたの背後に狙いを定めて。よっしゃ、やった。時間が稼ぎた。覚悟、グワー。この倒れ方しょぼ。ピーとゴーみたいな感じで光が放たれて、悪魔の体から光が出てきてさ、ピーとゴーってなるのは分かるけどさ、ちょっと倒れた、バタみたいな感じだね。ただバタって倒れただけだ。しょぼ。やった、悪魔を撃つことができた。わー、すごい技。棒読みや。わーって若干棒読みになってるね、ワリアちゃん。あんま興味ないやね。威力は高いが、力を貯めるのに時間がかかるのが欠点なのだ。ズババーンってすごかった。絶対すごいと思ってなかったろ。わーって言うたもん。ズババーン？そんな音だったか。まあいい。まあ漫画にしたらズババーンかもしれんけどさ、もしかしたらこれ、愚者アリアを漫画化した時の作者がさ、あの、ジョジョの作者だったらさ、もうちょいメメッターみたいな。もうちょい違う擬音語かもしれんね。アリアの助太刀があったからこそ、この技を使うことができた。礼を言うぞ。えへ、怖かったけど頑張ったよ。ユースティア、お腹が空いたからこの後、ファミレスでご飯おごって。素晴らしい勇気だった。私は元の場所に戻ることにしよう。問われていた人間たちを頼んだ。え、ちょっと、ご飯おごって。頑張った。私は頑張った。ご飯おごって。あいつ。ご飯おごってくれんどころか、こいつらの世話まで任せきりおごって、私をどんだけ過大評価してるのだ。昭和ね、セーブしとこ。助けてくれてありがとう。花畑で金色のリンゴを見つけてから食べようと思っていたんだ。そうしたら突然悪魔がやってきて、ここに連れてこられた。金色のリンゴ、マイクラみたいなのがマイクラに出てくるようなやつがあるんじゃ。このリンゴは人間が食べていけないものなのかもしれないな。え？それもしかしてさ、神の供え物じゃない？ザラシが持ってこいって遠回しに言おうってやつじゃん、それ。天使を呼び出したりしていてから、あんたは人間の姿が神様か何かなんだろう？はい、そうです。私、神です。神アリアと呼んでください。え？普通の人間だよ。ああ、アリアちゃん、謙虚やな。ここは神って言っておけばさ、後からさ、すごい崇められるんぞ。人間に崇められることなんか今後一生ないのにさ、ここで崇められとかっていつ崇められるところ。いや、おにゃわかる。このリンゴを受け取ってくれ。おやおや、
受け取ってくれって言い方がまず間違ってるね。私は神なんだよ。受け取ってください、お納めしますって言わんかったらあかんでしょ。君礼儀がなってないね。こっちの方は突然悪魔にさらわれて枷をつけられて逃げ出せませんでした。これは悪魔が来たのでこの枷ももうすぐ外れると思います。助けてくれてありがとう。うん、そういえば悪魔が木に入っている穴に何かを隠していたみたいですよ。隠しとった悪魔、木に開いた、穴の中に手を入れてみるでさ、入れた瞬間ガブーってなるやつちゃん。なんかどっかのスポットにあるようなやつちゃん。なんか嘘つきだったらさ、ガブーってなるやつみたいな感じじゃない？大丈夫なん？だって顔みたいになってますよこれ。涙出てるような感じになってますよこれ。大丈夫ですか？入れる。そんなこと聞いたらあかんやろ。絶対真ん中とか口だろこれ。やめたい、今すぐやめたい、今すぐやめたい。真ん中ホラーミー、ザ・ホラーミージャパンや、ホラーミージャパンや。スカットジャパンならホラーミージャパンやこれ。チャレンジャー、あかんやないか。左か、左だったんじゃ。黒いハンマー。何左目に黒いハンマーとか仕込んでんの、なんなんこれ。このハンマーを持つと何か壊したいのは嫌な気持ちになる。すごい。やばいもん手に入れてちゃうだ。てててれてれれれれ、スマブラのあのハンマーみたいな感じだ。てててれれれれれ。すごいもん手に入れた。こんなんヤフオクで撃ったらやばいことになりそうなんだけど。なんなん黒いハンマー。なんかを壊すための。これ壊せたりするん。ここも大壊せる。ちゃうやな。壊すもんなんかあったかな。あとでちょっと、確かめておかんかったらいきませんな。もう終わりこう。じゃあザラシのところ戻って、金のリンゴを出してくれれば、完全な儀式始まるってことじゃん。そういうことよな。金のリンゴ。できればヤフコに売って、これこそヤフコに売りたいけど。そのリンゴどうしたの？あー、ザラシのやつ、ま、ありありあった瞬間、真っ先にリンゴに目をつきおったな、お前。なんか知らないけど、もらっちゃった。で、ペロ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 。そのリンゴがあれば、召喚魔術がうまくいくと思うんだ。そんなものに使えるよ。使っていいよ。少し借りるね。返さんだろ？少し借りるねって絶対返さんだろ。大体儀式終わった瞬間、金のリンゴをその出てきたやつに変えるだろ。備え物も準備できた。これでバッチリだ。行くよ。何が出てくる？なんということでしょう。アリアちゃんのイライラは、本来動画の最後に来るはずの宣伝タイムを、こんな中途半端な時間に出すというイレギュラーが起こってしまったのです。ああ、あかんあかんあかん。出てきたもんがすっごいしょぼすぎてさ、宣伝タイムに入ってしまったわ。呆れて宣伝タイムに入ってしまったわ。ザラシュ、お前、あの時間何勉強しよったん？うわぁ、エビだ。なぜだ？すべてが完璧なりするのに、なんで失敗するんだ？多分俺はさ、確かに儀式自体は全て完璧かもしれん。ただお前自身がポンコツな気がする。エビに気に入られてしまった。ザラシ、このエビすごいエビかも。召喚は失敗じゃないかもよ。どういうことや。確かに高級感あるかもしれんけど、食用としては高級感あるかもしれんけどさ、どう見てもただのエビだよ。僕はもう才能がないんだ。あんなに研究したのに、エビなんて。エビってところがすごいシュールなんやけど、ザラシお前。もう、魔術師としては、三流かもしれんけどさ、お笑い芸人としては一流かもしれんぞ、お前。この、こんな儀式使ったで出てくるか、エビってさ、そのギャップが笑えてくるわ。でも、このエビ、かわいいよ。キュー！絶対かわいくない子やな、これ。どうしたんだろう、どこかに行きたいみたいだ。水場に行きたいんじゃないの？エビだし。
じゃあ水場に連れてってあげよう。相変わらずさらしはこんなやな。しかもさらっとついてきとるし。アリアちゃんが牽引者みたいになっとるやないか。牽引者、後ろに車が牽引しとるみたいな感じになっとるやん。アイテムを探してくれたのにアリアには何もできなくてごめん。私は大丈夫だよ。なんか帰れる気がするの。アリアは本当強いね。僕も見習わないといけないな。そう。やっぱお前悪魔呼び出しとったんやないか。なんだお前、懲役何年ぐらいになったお前。悪魔が怖くて入り口を封鎖してここにこもっていた。よし決めた。アリアのような強い心の魔術師に僕はなる。無理だね。水場といえば、とりあえず第一候補はここ。レッツゴー。ああ救世主様、噴水に何をするつもりですか？エビを噴水で遊ばせるの。そんな巨大なエビ、皇帝が見たら腰を抜かします。重視してください。固いこと言うなよ、お前ら。救世主様だぞ。てか、ジャスティスカード持ってるんだぞ。見逃せや。くそ、こいつら融通機関。自分らじゃ何もできんくせに融通は効かんのな。ミカエル、ちょっとここの泉借りるわ。何をするつもりだ。エビさんが水遊びしたいみたい。聞きがすぎるからやめてくれ。ミカエルさん、それは何ちゃいます。気が散るからって。あんた何もしてないやろお前。今何もしてないやろ、気が散るって。仕事してないだろお前。ああ忙しい忙しい言いながら忙しくないタイプの人間だろお前。どうせあるわあそこじゃ。名前忘れたけど、なんか出てきてる。もうなんか出てきてますけど、運命の針。いやいや、いきなりこんなん出てこられても。ああ時計の針的なやつじゃ。塞いどったな。向こうの世界で塞いどった原稿クラは入れんようになってしまった感じじゃ。ここここ、ああお前何お前帰ってきとんやお前。お前何お前その面下げて帰ってきとんやお前。ペロ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 お前ペロペロ言い過ぎじゃ。ムカつくんだよ。今はお星さんも数えてるの。だからもう一緒に行けない。行きたくもないわこっちやって。お前はぐらい下げじゃこっちやって。お前途中でどこまで数えたか分からなくなっちゃうけど楽しいよ。暇人やな。全部数えてたお星さまのパワーでこの世界から帰るかもしれないね。ここ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 なら行けるやろ。そこのそのエビをここに入れるつもりですね。お前も止めるつもりちゃうんか。うん。この世界の住人さ、融通きかんな。偉いやつに限って、偉いやつに限って融通きかんよな。エビかわいいよ。かわいいかわいくないの問題ではありません。そのエビは別の場所に離してください。わかった。くさくさ、救世主様でジャスティスで悪魔を退治した手柄を持っている私にそんなことを言いますか。これからの順人は私を何だと思ってるの。納得がいかない、納得がいかないよな。師匠師匠、納得いかない。うん、運命の針の一本が小さくなって落ちた。拾った拾った拾ったよ。拾ったけど何も拾ったから何でもないんだよお前。じゃあ言うな。こっちはイライラしてんだ。もう水の心当たりないんやけど。ああおらんようになったと思ったらお前こんなところおったんや。お前王様皇帝に、皇帝に気に入られようと必死なんかしようやなお前。あ、助けてあげたんじゃ、優しいな皇帝さん。懐かれたんや。なるほど、懐いたん、懐いた状態なんやな。腹が減ってイライラしただけのようだ。うん、そうなんやけど。何か食べたいのか。さっき食べたばかりではないか。まったく食べ過ぎには体に毒だぞ。はっはっは。
コウテイさん、ペットにめちゃくちゃ甘いタイプや。ギャップ燃えするな。ん？七色の光の先に道はある。ちっと強引な方法で道を作るのもありかもしれないし、何のことやん。忘れとった、こいつのこと忘れとったわ。大丈夫か、ハングドマン。塔から落ちたの？ねえ、どうしてこんな大きい気がしてるの？かすかに息はあるが返事はない。え、まさか、まさかだけど、これもしかして絶世のカード残しとって、ハングドマン助けれたとかそういう話だったん？あ、もしかしてこれあれじゃ、マルチのあれじゃ、マルチのさ、あのマルチエンディングなような、この作者のゲーム全部マルチエンディングやけど、ここでハングドマン助け取ったらこの先何か起こる的な感じじゃん。うわあ、せっせと解けばよかったパターンじゃこれ。そうか、逆に言えば2周目するんだったらここでせっせ使えたことなんちゃうんかな、そんな気がする。よっしゃ、そういういろいろ分かっていきたいところで、けど7色の先に道があるってことは全然分からん状態でここで終わります。ご視聴ありがとうございました。シーワゲ、バイバイ。